しい日々を続けることに、ちょっと疲れたけどこれまで生きた退屈な日々を立ち止まり気づく、そんなこともあるだろう。歩くその姿にも時期に影ができる。こうして僕は子供の頃に追いかけた影に近づいていくんだろうか。So